お願いします。まずはこの間の賞金トーナメント優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝賞金はもう使ってしまいましたか？あ、もうないです。もうない？もうないです。使い切りました。ちなみにどんな使い方をされたんですか？あ、そうですね、でも学費に使ったり、まあ自分のアクセサリーとか、まあ自分に使ったりで、すぐなくなりました。1ヶ月ぐらいでなくなりました。じゃあまたファイトマネーで稼がないといけないなってモチベーション高まってるんじゃないですか？そうですね、今ちょっとお金ないんで、ちょっと勝たないといけないです。でもね、何気にライズン出るのは昨年の10月の翼戦以来10ヶ月ぶりぐらいです。はい、はい、負けて以来なんで。どうですか、本当に久々の参戦になりますけど。ああ、でもそうです、試合は3試合挟んでるんで、あんまりなんていうんですか、試合的には久々な感じしないんで、あんまり特にないです。特別感はないってことですね。はい。で、今回対戦相手がニコラス・リバース選手になりましたけども、あ、相手の名前聞いていかがでした？あの、なんだろう、もう特に何もっていう、なんかまあ日本人相手いないんだなとしか思わなかったです。リバース選手の、あの前回の大崎さんとの試合はもう映像はご覧になりました？あ、結構見てます。はい。どうですか、選手としては。なんかでもその外国人特有のこうバネだったりっていうのはちょっと厄介かなと思いました。もう攻略法はバッチリ、まあ、そうですね、もう攻略というか多分自分の動きできれば勝てる相手なのかなとは思います。でどうしてもね、前回リバー選手、大崎のお兄さんのことやってるということで、どうしても試合内容がもう比較されちゃうと思うんですけど、そこはどうですか？あ、でも、なんていうと、試合見て、あの試合見て、まあ、大崎選手よりは早く倒せるかなと思いました。大崎選手は4ラウンドで倒してますけど、はい、花岡選手はちなみに何ラウンドで？2ラウンドぐらいですかね。フィニッシュはどんなフィニッシュっていうのも、あの予想はできますか？なんかでも何でも倒せそうな感じだし、何でも倒れてくれそうなんで、まあ特には決めてないです。花子選手がライズでの試合を休んでるとか、ちょっと外で試合してる間に、まあ、いろんな人がランキング入ってきましたけども、はい、これ気になる選手ありますか？スーパーフライ級。いや、どうなんですかね、まあ、この前そのツイッターで絡まれた長谷川選手、別に気になりはしないですけど、まあ、ランキング上なんで、やるならやるで全然やりますし、まあ、でもやっぱチャンピオン以外見てないんで、まあ、気になるのはずっと大崎選手だけです。でこの試合を経ていつ頃やりたいとかってありますか？タイトルも大崎選手は、でも、まあ、今年年内は多分厳しいと思うんで、まあ、来年の前半あたりで、まあ、できたら理想かなと思います。来年12は。キックボクサー業と学業の方の両立っていうのは大丈夫なんですか？あ、で
結構危うかったですね今回は。ちょっと追い込みと追い込み始まったぐらいの時にテスト始まっちゃったんで、まあ再試と追試多かったですけど、まあなんとかなんとか大丈夫です。なんとか、はい、なんとか。ちなみに今何年生ですか。今2年生になりました。あの無事4年で卒業できそうな感じ。あと4年あれば卒業できます多分。多分。わかりました。代表から以上です。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方いらっしゃいますか。イーファイトの堀内です。よろしくお願いします。お願いします。最近こう練習をされていて、はい、何かこういうところに意識をして練習をしているとか、強化しているポイントとかあれば教えてください。そうですね。前回10月負けてからやっぱあのフィジカル的にちょっとまだ足りないんじゃないかなって思うところがあって、で結構フィジカル面での強化はしてます。何かこう例えばパーソナルジムに行ったりとか、なんかどういう感じでやってらっしゃいました。そうですね、週に 2,3 回はあの午前はパーソナル行って、で夜も練習してっていう2部練の構成で結構練習は増やしてます。それは負けがあってから変えたんですか。そうです、負けがあったのもそうですし、まあ、2月の、ノーキックのトーナメント1回戦目の後もこうやっぱちょっとなんか変えないとなって思うところがあって、でそこから変えました。何かこう実感とかありますか、トレーニング、そういったフィジカルとかも取り入れてって。でもフィジカル取り入れ始めたのが3月頃で、で、まあ、5月、まあ、結果に出たのかなとは思うんで、まあ、そういうところではまあ少しずつ実感はしてます。何かこうランキングに今こう新しい長谷川選手が入ってきたりとか、まあ、こうライズで結構強い選手がいるんですけど、はい、それを見渡してみてご自身のこう実力と比較してどうでしょう、自信はありますか。そうですね、もともと2位だったのが、まあ、5位に落ちて、で、まあ、10月のも別に負けたと思ってないんで、で、まあ、たまたまって言ったらあれですけど、1位のマンドコロ選手だと別に僕に勝ってないんで、まあ、実力的にはまあ1位には変わりないかなと思います。なんか近距離のこう打ち合いっていうところがこれまでやってきたこう肘折りとか、はい、あの以前やってた団体とはちょっと違うと思うんですけど、うん、そのあたりの強化ってどうでしょう。そうですね、まあ、2月5月で肘折り出たんですけど、そこの時も強化してたのはずっと近距離の打ち合いだったんで、まあそうですね、今が一番去年より打ち合いは強いかなと思います。なんか最初の方は試合終わった後に何でしょう、セコンドから打ち合っていいって言われて打ち合ってみたら案外いけたみたいな話を前してたと思うんですけど、その時よりもどうでしょう、結構近距離の打ち合いとかのこうバランスとか当て感とかそういうのどうでしょう、実感ありますか、強くなってる。そうですね、まあフィジカル始めてからもそうですし、まあこう何ですか、その自分の体をこう一から見直した時にどこが弱いから打ち合いが弱いっていうのをすごい理解して、まあそこからはその自分から打ち合いに行ってもあんまり打ち負けることないんで、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと強くなったかなと思います。なんかそういった面も含めて今回の試合でこうどういうところを見せたいんですか。まあ多分10月のライズであの打ち合い弱いと思われてるんで、まあ打ち合ってもいいし、まあ、逆に打ち合わないで完封してもいいしっていうので、まあ両方の部分で、まあ、新しいそのスタイルを見せれたらなと思います。ありがとうございます。ございます。はい、ありがとうございます。最後ファンの皆様にメッセージをお願いします。前回10月からの10ヶ月ぶりの復帰戦ですが、まあ確実に強くなってるんで、また、これからランキングどんどん上がってタイトルマッチするところまで行くんで、楽しみにしていただけたらと思います。応援お願いします。